今回は、イッチが不良に絡まれた時のエピソードをご紹介します。イッチは友人とカラオケに遊びに行きました。カラオケを楽しんでいたところ、ひょんなことからイッチが不良に絡まれてしまいます。もうダメかと思った時、イッチを155センチの小柄な友人が助けます。昨日四天王に絡まれた。そいつは、自らを近所の高校の四天王の一人と名乗っていた。その日、俺は友達と二人でカラオケに行くことになった。スペック。俺165センチ。おた、見た目厨房だが高校生。ビッパー、とも155センチ。見た目消防だが高校生。おそらくニコ中っぽい。カラオケに着くと、俺たちはアニソンやらアニソンやらを歌っていた。1時間くらい歌った後、ふと俺は尿意を感じたんだ。俺はトイレに向かうことにした。この時の俺は、トイレが四天王の砦だったなんて知るはずもなかった。四天王。カラオケのトイレがトリデとかしょぼい。スレタイで拭いたと思ったらなんだこれ。外じゃん。妙にヘラヘラしている男がそこにいた。俺は奴を見ちゃいけないと思いながら証言をした。絶対に見ちゃいけない、見ちゃいけない。結局怖いもの見たさに負けてしまった俺は、チラ見をしてしまった。目があった。その瞬間に奴がにやけたのがわかった。きめえ。奴が迫ってくるのがわかった。俺は手を洗って早く出ようと思い、急いでチャックを上げた。声をかけられた。何？俺は内心ビビりながらも声を張り上げた。そいつはダボダボのジャージを上下に着ていて、正直身長は高くて威圧感があった。ハゲ頭で眉毛がない。でも白血病ではないと思う。耳にはピアスがジャラジャラついていた。お前、ずっと俺を見てただろ？自意識過剰かよ。見てないです。見てただろうが。見てないです。見てただろ？本当に見てないです。じゃあ、財布出すか俺とタイマン貼れよ。嫌です。話が違うじゃねえか。ドキューンが切れた。お前どこ中だよ。先輩に対して生意気じゃねえ。ドキューンは明らかに切れてる。いや、丸抜高校です。俺は自分の高校の名を言った。は？お前高校生？ちょ、何年だよ。2年です。ぶっきゃー、や。お前ためか。ためなのか。ひゃひゃひゃ。ドキューンが狂った。どうやら同い年らしい。お前、三角四角高校知ってるか？はい。三角四角高校の四天王は知ってるか？いいえ。お前バカだな。三角×高校の四天王、高幸ってのは俺のことだ。知るか。次の瞬間、誇らしげに胸を張るドキューンを見て、俺は思わず吹き出してしまった。お前今笑ったか？笑ってないです。ニヤニヤを隠しきれないまま俺は言ってしまった。ヘラヘラしてんじゃねえぞ、おら。すいません。うひ。ブロ。てめえ、ぶっ殺す。ドキューンは首の骨をポキポキ鳴らし、指の関節もバキボキと鳴らし始めた。俺のことを鋭い目つきで睨みながら肩を回す。そして、拳を振り上げるとドキューンは携帯電話で電話し始めた。生意気なガキがいたんだけど。ドキューンが電話し始めた。それならと、俺も155センチの友達に電話することにした。トイレで絡まれた。助けてくれ。俺も友達に電話した。ちなみに俺の友達は155センチと、ハイドよりも低い身長だ。だが、そいつは柔道で全国3位になったことのある男だ。四天王と全国3位か。高幸とイッチはそれぞれ仲間を呼びました。高幸の仲間が現れた。こい、一人足りなくね。バカ。ボスは最後に出てくるんだよ。面白くなってまいりました。名前は忘れたが、四天王のうちの二人が新たに来た。香水の匂いプンプンで臭い。その二人は俺を無言で睨んでいる。おう、こいつだよこいつ。俺たちとタイマン張りたいんだってよ。熱像だー。155センチ早く来てくれー。と、俺の友達も来た。ドキューンたちは俺たち二人を見るなり笑い始めた。こんなエリートちゃん丸抜高校のチビどもが、あの三角四角高校の四天王に喧嘩売ったのか。俺たち四天王が三人も揃ってんのに。こいつら。バカだろ。うえへぇ。バカはお前らだろ。155センチが口を開いた。155センチかっこいいな。155センチは軽く3回くらい変身できそうだな。四天王とかバカじゃないの。155は続けた。カツアゲしかできないくせに。そんなら、その四天王を俺が壊滅させてやるよ。俺は、155センチかっけーと思ったが、正直不安で胸はいっぱいだった。かっけー。四天王より155センチにはくてかしてるけん。じゃあ表出ろや。最初に絡んできた高幸が言った。
いつの間にか真顔になってる。無言で155は外に出た。俺も後をついてった。あれ？一緒にカラオケ来てたやつは？155センチだぜ。身長155センチは進学校で柔道全国3位で兄オタか。すげえな。155はきっとやってくれる。そして四天王の頂点に君臨する、最強のボスも倒してくれるはず。外に出ると、近くの人気のない公園に連れてかれた。その間に会話はなかった。公園に着くと四天王は、喧嘩の極意とやらを語り始めた。いいか？武器は使ってはいけないってのは常識だな。ハゲが言うと、四天王が横でうなずく。それ以外は何をしてもいい。四天王は再び深くうなずく。1対1で戦え。その間に周りの奴らは加わっちゃいけない。四天王はコクコクしてる。もちろん、お前らが負けたら財布を置いてってもらうぜ。高雪はそう言い切った途端、横にいた四天王の一人がタバコに火をつけた。くっせえ、四天王の一人が155センチに近づいた。と、次の瞬間そいつは、タバコの煙を155センチの顔面に吹きかけた。でしゃ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 。ドキューンは笑った。でしゃ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 。じゃあ。ドキューンは笑いながら155センチに背負い投げされてた。増えた。ってことは155センチが新しい四天王だな。ドキューンはもがいている。しかし、綺麗な背負い投げだった。卑怯だー。なんと、そいつは叫び始めた。なんと、背負い投げされたドキューンは岩に足をぶつけたらしい。岩を使ったぞ。武器じゃねえかー。どうなんだ高雪。155かっこよすぎる。柔道相手に外で戦うとかクレイジーすぎるぜ四天王。高雪審判かよ。いやでも岩は危ないだろ。今のは反則だな。喧嘩の極意に反している。高雪。腹筋が。武器なんて使ってねえよ。てか、何でもしていいんだろ。155センチは苦しんでる四天王を見てご機嫌だった。こいつ怖い。で、1対1じゃないとダメなんだろ。じゃあ、次はお前らのうちのどっちが来るわけ？155センチはノリノリだ。かっこいい。155かっけえ。高雪の仲間二人目が、155センチに襲いかかります。おい、お前行け。高雪が叫ぶ。高雪は最後の砦ってことらしい。四天王の二人目がやってきた。ちょっと待て。お前は今さっき、喧嘩の極意に反したのはわかるな？はぁ？で、何が言いたいわけ？155センチは少し呆れている。いや、すごい呆れている。俺も喧嘩の極意を一度なら破っていいんだよな。狂気攻撃が来るぞ。何が言いてえんだよ。155は近づく。四天王は後ずさる。四天王が155の背負い投げを目の当たりにして、ビビってるのは手に取るようにわかった。だが、彼がこんな、とんでもないことを言い出すとは思いもしなかった。2対1だ。ええな。なんで高雪まで驚いてるんだよ。そいつはセコイだろ。155は言った。おめえ、岩使っといて何がセコイだゴルア。背負い投げされた四天王が叫ぶ。これが負け犬の遠吠えか。受け身とやいい話やん。さあ、どうする高雪。プライドとかないわけ？四天王としての。155センチかっけえ。俺もう10分くらい何も喋ってねえ。155駆け引きうまいな。四天王のプライド。それもそうだな。四天王相手に立ち向かってきた度胸を認めて、岩を使った剣は見逃してやろう。高雪がどうやら、この三人の中ではボスらしい。いや、二人で来いよ。155が口を開いた。一度はぜん。155つええ。155かっこいい。あの時岩使ってきたから負けた。とか言われるのもあれだしな。ハンデでいいよ。いや、これでハンデじゃなくってプラマイレイだな。じゃあ、もうそれでいいよ。本当に俺空気。四天王劣勢を認めてんじゃねえか。てか一致はこの場にいないのになんで知ってんの？155に聞いたの？空気だがいるらしい。しゃあ。155に殴りかかってくる高雪が見えた。正直、あそこまで大口叩いといて155が負けたら、四天王は一生自慢話にするんだろうな。とか考えると少し怖かった。ついに高雪が動いたか。ここからが本当の地獄だ、四天王側の。すごい。すごいよなんか。もう、すごい。なんかよくわからんが、155が高雪を肩ら辺まで持ち上げて、地面に叩きつけた。迫力やばくて、ガチで、おうと言ってしまった。おう、お前もか。倒れた二人は起き上がってこない。なんかうなってる。呼吸やばそう。全国レベルの柔道技ってそんなにやばいのね。お前も溝に入れてやるよ。みたいなこと言って、最後の四天王に近づく155が見える。
155勇ましい。俺空気。おい、高行。こいつはやばい。早く高弘を呼べ。古風古風。新内高弘。四天王最後の一人。何？また人呼ぶ気？誰誰？155が近づく。四天王の三人目の男は後ずさる。知ってるやろ。三角四角高校のヘッドにして四天王最強の男。高弘や。知らねえ。知らねえ。てかさ、お前らが負けたら土下座してよ。それじゃ目にとって三角罰高校の友達に一斉送信してやるから。しかしこの155、ノリノリである。久々の様子で。俺にはプライドがある。そんなことしたら男が廃るわ。じゃあ、警察でも呼んじゃう？アホかゴルア。俺は醜い大人と麻薬と金にしか目がない奴が大嫌いなんじゃ。警察は大嫌いじゃないの。アホかゴルア。警察も醜い大人だろうが。それにな、宣言しとくわ。高弘が来たらお前ら命ないぜ。そこのお前もや。え。俺は、もう完全に空気だと思ってたからびっくりした。イッチがようやく喋った。そうじゃ、お前なんもしてないじゃねえか。そうだ、おめえかかってこいよ。お、俺？いや、お前の相手は俺だろ。155が口を開いた。155かっけえ。155のかっこよさは異常。こんなダチ欲しいわ。あの時二人相手に負けた、とか言われるのもあれだしな。どうせなら一人に壊滅させられた方が、面白いっしょ？てめえ。俺は再び空気となった。155つえ。覚悟を決めたのか。三人目の四天王は首の骨をポキポキ鳴らし、指の関節もバキボキと鳴らし始めた。155のことを鋭い目つきで睨みながら肩を回す。そして、拳を振り上げると彼は携帯電話で電話し始めた。ま、た、か、なんというフェイント。高弘、やばいわ。早く来てくれ。四天王を潰そうとしてる奴がいる。え？これから彼女の家で一致？いいから、頼む、頼みます。やばいんだよ。今度マックポークおごるから。高弘リア充。でも高弘はちょっと大物っぽいな。高弘、くくく。四天王最弱の俺を倒した程度でいい気になるなよ。え？来てくれる。さすが、心の友。心の友には特別マックポークにこおごるからな。何？四天王の最後の試着？155はノリノリだ。覚悟決めとけや。これから来る男はボクシングの経験者やからな。へぇ。で、何年ボクシングしてるの？1ヶ月言ってたわ。お前に負けるはずがないわ。喧嘩ってのはな。拳が勝つんじゃ。俺柔道10年。高弘は亀田の試合も全部見てるんじゃ。喧嘩の極意では、拳と努力を制した者が勝つんじゃ。初心者じゃねえか。1ヶ月とか。初心者じゃねえかよ。そして亀田はお前だ。じゃあ、その男が来る前にお前を潰しとくかな。ま、待てや、ブヒー。多分お外狩り。なんかそのまんま抑え込んでる。ドキューンの顔真っ赤っか。古風古風。でもすげえな。155は絶対体重軽いのにドキューンめちゃくちゃ呼吸辛そう。へへへへ。155がドキューンの髪の毛抜いてる。フケついてるってはしゃいでる。チンゲみたいってはしゃいでる。この子怖い、と、その時、いかついエンジンの音が聞こえてきた。ブブーブブブーン。ブオーン。ブヒーン。50cc のスクーターが1台、公園の前に止まった。四天王の最後の男がやってきた。いかついで 50cc って、スクーターかよ。まず驚いたのは、四天王の3人の反応だ。完全に空気だった岩にぶつかった男も、全力で立ち上がった。高行もだ。完全に倒れていたが、バイクの音大きくなり、急いで立ち上がり苦しさをごまかしている。抑え込まれている3人目も、急いで立ち上がろうとするが、彼は身動き一つ取れない。四天王最後の男はヘルメットを外した。四天王最後の男は長髪だった。今までの奴らとは比にならないくらい体格がいい。ワイルドな風貌からは、危険なオーラが溢れ出ていた。ごめんな。わざわざ来てもらって。高弘しかもう助け舟はなかったんだ。本当にごめん。彼女と遊んでたんだろ。マジ助かったよ。二人は一斉に言葉を発する。醜い機嫌取りだ。だが、それほどこの男は恐ろしい。ということを物語っていた。あれ？1、2、四天王最後の男、高弘が言葉を発した。一人足らなくねえ？高弘は気づいた。高弘。顔。腹筋死ぬ。
よりにもよってこのアスキーアート。マジパネー。これは格が違え。3対3って嘘ついたのか。そうなんだ。あいつが今抑え込んでるんだ。俺が必殺パンチで、あのチビを瀕死まで追い込んだんだが、あいつの仲間が怠慢なのにもかかわらず、加勢してきたんや。ふえをつかれた。高行。嘘つきかよ。四天王プライドないな。嘘をつくな、高行。かっけえ。なんでもお見通しか。さすがボス。嘘バレた。ごめん。あいつは強い。3対1で負けたんだ。素直。白くなった。これで本当に強かったら、高弘さんにマジ惚れるかもしれない。お前が四天王最後の男か。155は高弘の存在に気づいて、起き上がる。3人目はすでに失神寸前だった。おい、小さいやつ。お前、俺たち四天王に入らないか？高弘は言った。何言ってんだよ高弘。高行は焦る。もちろん、お前は特別だ。俺の下で働かせてやるぜ。高弘は続ける。そんな高行は叫ぶ。バカじゃねえの。155は言い放った。かっけえ。155、高行降格か。かかってこいよ。155は足で土を蹴ってる。マジかっけえ。四天王の勧誘を断るなんて、後悔するぜ。高弘だ。弱そうな奴から金取る集団になんか、腐っても入らねえよ。155に惚れた。女も寄ってくるぜ。高弘だ。俺を女で釣れると思うな。そうか、残念だ。なら仕方ない。これは危険。やべえ。本気になった。覚醒した。高弘かねえ。急にかっこいい。さあどうなる。本気を出した高弘と155センチが、ついにぶつかり合います。この1ヶ月の間、俺はボクシングしかしていなかった。やめてー。155は高弘を背負い投げで叩きつけると、その顔を何度も踏みつけた。155は勝った。4人はあっけなく土下座をしたので、遠慮なくしゃべも取った。はしょんな。あっけねー。帰り道、やけに155センチの背中がでかく感じた。夕日は俺たちを赤く染める四天王は、二度と人様から金を取らないと誓った。俺は最後まで空気だったが、それもまた人生かな。さて、一斉送信するぜ。155センチは三角四角高校の友達全員に一斉送信した。よし、行くか。いつもの155センチがいる。俺たちは、ずっと親友だ。その頃、イッチは自宅で釣りをしていたとさ。めでたしめでたし。シャメウプめんどくさいし。やっぱか。おつ。この野郎。面白かったから許す。おつ。楽しかった。おつ、四天王の素直なキャラが良かった。なかなか良かったぞ。いかがでしたか？結局釣りすれでしたが、スカッとする内容でしたね。もし実際に155センチのような友人がいたら、いざという時も安心ですよね。街中で不良に絡まれた時のためにも、柔道を習いたくなってしまいますね。続いてはこちらのスレを紹介します。今回は、イッチのお父さんが起こした、ある事件についてのエピソードをご紹介します。なんと、暴力事件を起こしてお父さんが、捕まってしまいそうな状況とのこと。一体イッチのお父さんはなぜ、暴力事件を起こしてしまったのでしょうか？父さん捕まった。暴力事件とか、家族のスペックと事件の概要を詳しく。ことの顛末は、父さん帰り道不良4人にカツアゲされる。断ったら不良が切れて父さんを殴る。父さんが切れる。被害。父さん、右腕骨折。不良1、両腕骨折。不良2、頭蓋骨にひび。不良3、肋骨3本と右腕骨折。不良4、両腕、右足骨折。こんな感じ。父ちゃん強えよ。父ちゃん強すぎはロタ。この国では正当防衛すら許されないというのか。父ちゃん何者だよ。父さんのスペック。司法書士で空手3段、柔道2段、合気道4段。父さんが捕まった原因は格闘経験があるかららしい。まあ確かに一般人と喧嘩すんなと教わるけどな。法的にそれで正当防衛帳消しとかねえだろ。やだ。父ちゃんかっこいい。父さんの体型はかなりロロ長く細い。だが服を脱ぐと筋骨悠々。ちなみに送検はされないらしい。父さんは仕事柄常に小型カメラを仕込んでいて、この映像に父さんが骨を折られて、反撃されたのが確認されたから。司法書士ってカメラなんか必要なくね。一致お前バキだろ。つまり腕が一本使えなくなってから戦闘開始して、四人気祭りか。ごくり。父さん曰く最初は殴らせるだけ殴らせて、その映像を送るつもりだったらしいが、
相手が急に関節技かけてきて、それが結構うまかったらしく一本入ったらしい。それでさすがにやり返さないとなと考えて反撃。その時の映像を警察署で見たが警察官が微笑してた。一本取られたからとか。親父パネー。これは裏加量あるな。両足と右腕折れたやつ悲惨すぎ。どうやって生活すんだよ。イッチの父は一体どのように不良を撃退したのでしょうか。映像はよく乱れてわからなかったが、一本行った後に関節技決めている不良位置を返して、逆に関節技をかける、そしてポキッと一本二本。この関東さんは他の奴らに蹴られてる。その不良位置を倒して立ち上がると、不良にが胸ぐらを掴んでくる。そいつの手を取ると不良に痛がる。そのまま不良にを壁に叩きつける。不良にノックダウン。この時父さんは股間を誰かから蹴られたらしい。下手な文章ですまんが興味があるなら見ててくれ。不良さん勇敢にも正面から殴りかかってくる。それを父さんはかわして政権突きを2、3本食らわす。多分この時には肋骨いっているはずなのだが、それでも不良さんは向かってくる。そして父さんが右足で蹴って、それを不良さんがガードする。不良さんの垂れ回る。超エリートでなおかつめちゃくちゃ強いおっさんって、すげえかっこいいよな。お前の親父はなんだ？背があるか？まあ聞いてくれ。さっき警察署から帰ってきてまだ興奮が収まらんのだ。不良4はなんか鉄パイプみたいなのを持って襲ってくる。父さん普通に避けると、不良4が鉄パイプを振り上げようとしている隙に、パイプを持っている手を持って、関節技で右腕を折るが、不良4諦めずに向かってきて鉄パイプで盛大に転ぶ。この時に多分足の骨折った。付け加えると、戦った場所が地下道の階段付近で鉄パイプにつまずいて不良4がこけて、見たこともない格好で階段を転げ落ちていった。不良4自爆かよ。相手がナイフ持ってなくてよかったな。もう一つ言うなら、一人ナイフみたいなの持ってて、父さん右腹を刺されたのも切れた原因。あと小型カメラはメガネ型のやつ。釣りでした。と宣言したいが釣りじゃないから困る。そして父さんは俺にある言葉をくれた。何があっても証拠をつかめるよう準備をしておけよ、と。普通しねえよ。あと正当防衛の正当性が認められそうだから、なんか大丈夫っぽい。俺高3で握力平均23だけど、このスレ見て筋トレすることにしました。ていうか父さん右腕が折れたことに、かなりショックを受けてた。今までいろいろ鍛錬してきたけど、不良ごときで怪我をさせられる自分が情けないって。親父はどうなりたいの？地上最強になりたいのか？弁護士になれなくて、その勢いを格闘技にぶつけた結果です。もっと強いやつと戦えて。一致の格闘技歴は？俺は格闘技歴一切なし。中高とバスケやってただけ。てか報復気をつけろよ。最近のゆとり何するかわかんねえぞ。警察から聞いたのだが、その不良4人全員暴力事件で少年院に入った経験があって、今暴走族に入ってるらしい。帰りに警察にくれぐれも気をつけてくださいって言われた。不良何歳くらい？しかし、司法書士に手を出したら、不良くんたちは弁護人に困るだろうね。全員19歳でみんなマブダチらしい。19歳。多分、逆走されるね。ざまあ。ここまで来ると少年たちに情状酌量の余地はないらしい。少年院に送られた時はまだ16、7歳で、未来ある若者とかくだらん理由ですぐに出てきたらしい。まさにペンは剣よりも強し。ペンとか剣っていうより父ちゃんの体が一番強い。通過暴走族とかどこの田舎だよ。警察が言うには数ヶ月前から4人グループでの、カツアゲと暴行が何回か報告されていたらしいが、多分これもそいつらの仕業じゃないかということだ。鉄パイプと刃物持った不良品4人に囲まれて、腕の骨を折られる。正当防衛ギリギリはどの程度なのかね。一の親父さんの所要が上限か？正当防衛の構成要件。脅迫不正の侵害。自己または他人の権利を防衛。やむを得ず、武器対等の原則。この辺だな。過剰防衛かどうかって話は俺は全くわからないが、映像では殴る蹴るの暴行に約1分間、正確には1分12秒耐え忍んで、それから右腕折られてたからな。だからお前は大丈夫なのか？報復で最愛の妻と息子を殺された。元司法書士。法で裁けないなら俺が裁くしかないだろ？襲いかかるドキューン。あの時は微笑してやったが、これ以上は笑えないねー。そして明かされる真実。みたいなことになるかもしれないから、お前も用心しろよ。実際本当にそれだけは笑えない。不良4人も多分父さんの顔を覚えてるだろうし、それで身元が特定されたらって考えると身の毛がよだつ。音声もあったよ。最初。俺らに逆らうからこんな目に遭うんだよ。おっさんが生きがってんじゃねえよ。最後の方。規制のみ。音はかなり悪かったからよく聞こえなかったが、こんな感じのことを言ってた。
メガネカメラって、イッチの親父は普段それで何をしてるの？てか何のために買ったの？そこまでは知らない。何かあった時のための保険としか言ってない。司法書士とか弁護士には必須アイテムだぞ。鍛えてる人も多い。うちの地域今時リーゼントの不良がポイるんだぜ。中学校の時は毎日ガラスは割れるし、理科室が浸水するし、トイレにタバコが転がってるし、体育祭では騎馬戦で何人か骨折するし、校内にはバイクが乗り込んでくるし、上の階から人間が落ちてきたりするし、夜はバイクとパトカーがチェイスするし。今時リーゼントとか、福岡か？沖縄だろ。違う。どこだよ。内緒だよ。この地域を歩くにはいくつかの注意点を守らないと、不良に絡まれる。いない、目をそらさない、振り返らない。何が飛んできても無視する。たとえナイフであってもこれが最低原則。これは一人で歩いてる時の場合ね。二人以上で歩いてる時は見かけたらすぐに逃げる。これだけはどう頑張っても絡まれるからな。この地域なら引きこもり大勝利だな。学校に県警の人が視察に来るとか、日常的な出来事だったからな。と盛るやつとかマジで危ない。でも基本的不良に遭う確率は100回外に出て、1回歩かないかだから、そこまで心配する必要はないんだけどね。父ちゃん会社首？大丈夫です。妹か姉がいたら気をつけた方がいいな。それがいるんだよな。中学2年の妹が。笑えない。親父つえ？ところで、どんな風に絡まれたの？地下道の階段を登ると、近くに座っていた不良が話しかける。おいそこのおっさん。父さん無視。てめえのことだよ。何？あいつ耳聞こえないの。無視するが後ろから足音が近づいてきて、肩を掴まれたのか父さん振り返る。おい、シカトしてんじゃねえよ。私のことですか？てめえ以外にいねえだろ。お前頭悪すぎ。何か用事かね？用事。そりゃあんたがシカトした罰金を、俺らに払うことだよ。なんか法律用語を使って喋ってた。そんな気弁通るかよ。さっさと金出せよ。ここで不良が殴る。それで絡まれて捕まるのかよ。ちょっと俺も体鍛えるわ。いかがでしたか？釣りかと思うくらい強いお父さんのエピソードでした。もし一致のお父さんがカメラを仕掛けていなかったら、正当防衛が認められなかったのでしょうか。恐ろしいですよね。今後一致や家族のもとへ、暴走族が復讐しに来ないことを祈ります。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。